白コ,コウ。白砂糖を使ったので白い。茶色ココここは、香港で有名な菓子である。プディングケーキの一種で、手のひら程度の大きさであり、甘い味がする。柔らかいが、ボールや小さい容器に流し込んだ形状で提供される。ケーキは、蒸した砂糖と、その他の材料によって様々な形態で作られる。ウイロウに煮る。ここには、 多くの英語名の料理で知られている。例えば、プッドチャイプリン、アーサーンボールケーク、ブートジャイゴ、レッドビーンプリン、ブードチャイコーが挙げられるが、最も非公式であるが、直訳したものとして、スティッキーライスプリンがある。ここは他の伝統的な関東料理の蒸しケーキと似た製法で作られる。発祥は、香港より1 4 0トル西にある。 中国大陸の大山市であると言われている。ここは1980年代半ばに人気絶頂となり、露天商が道路一面に荷車を引いてここを売っていた。当時は味もほんのちょっとしかなかった。この料理の文化的な特徴の一つに、磁気のボールがアルミニウムのカップで提供されることが挙げられる。今日ではここは中華風ベーカリー、喫茶店、 露天商などで味わうことができる。そして、アイスキャンデーのように2本の竹でできたスティックに巻きつけて提供されることも多くなってきている。伝統的に香港で売られているコ,コの味は以下のようなものがある。ありがとうございます。